続いてはね、メイドインジャパンっていうアルバムから Today、 7曲目の Today、 これもいい曲の感じがしますね。この誰かの理想のために生きないでってワンフレーズをとても大事なことのあれでね、とても大事な歌からしてましたね。ちょっとだいぶ区切ってありましたね。こんな世の中だけれど、こんな時代けれど、捨てたもんじゃないよ。君がいるなら、例えばそう僕らは永遠に生きていけるわけじゃないから、限りある時間の中でどれだけ愛せるかなんだよ。僕らの未来がどれだけ続くのかわからないけど、できることは今日どれだけいっぱい
ブラボー。ちょっとね、特徴的なんだよね。結構初見だとまず歌えないね、うん。初見だとまず歌えなかった。これは、こう来るかみたいになるんでね。永遠にじゃなくて、とわにだったね。あとね、サビのね、永遠に2回来たけどね、とわにだったね。たとえばそう僕らは、とわに。だから、この辺がね、ちょっとね、短いんで、文字の感覚が。ね。でこの誰かの理想のために着ないでとこすっごい特徴あれで、ね、だいぶこだわってきたなって、途中のね、なんかさ、感想のね、前にね、出てくるんだ。だからちょっと、当然今は、覚えてないんだけど、誰かの理想のために着ないでを、すごい区切ってたんだよ。だから、やっぱこのタイトルの today っていうのがあって、それを今日、today は今日じゃん。誰かの理想のために today、今日を着ないでみたいな、ちょっとよくわからんけど、そういうことだ。誰かの理想のために行けない。そう、わからんよ。マジでわからん。何言ってるかは。なんか、なんとなく、その雰囲気しかわからんけど、確信は全然わからないんだけど、本質はわからないんだけど、そういうことなんじゃないかなってね。だからわからない。もう俺、でもいいとこだなっていうね、思った。これは、買ってよかった。メイドインジャパン。メイドインジャパンは、マッドワールドの続き、名曲揃いだよ、これ。ねえ、買ってよかった、これ。うん。